こんにちは、こんにちは。今日はですね、尺八小ネタ集です。昨晩アップロードアップした動画はね、非常にですね、私自身すっげえ楽しかったんですけど、好きじゃない方もやっぱおられますよね。私すっげえ好きなんですけど、すいませんでした。で、今日尺八です。尺八小ネタ集って言うんで、まずですね、先週尺八工房さんのメタル尺八が完成して40万らしいですね。で、それを機に、今、今週の日曜まで売り尽くしてるらしいんで、興味ある方は見られてください。あと、これなんですよ。もう、僕はもう何としても一応尺八の小ネタということで、絶対に、言っておかなければならないというほどのことでもないんですけど、個人的に、マジか、みたいなね、って思ったニュースがありまして、ちょっとそれをちょっとお伝えしたいかなと。これです。これです。この、日本尺八演奏家ネットワークっていう、邦楽ジャーナルさんにも載ってたんですけど、この5月にですね、この双鶴冷房鶴の巣ごもりっていうライブあったんですよ。もうね、おい、こんな豪華なメンツが鶴の巣ごもり、鶴ばっかりやってるのかっていうぐらい、もうめちゃくちゃ行きたかったんですけど、また見られてください。すごいです。すごいです。半端ないですよ。金古流の双鶴冷房、ね。不体験の鶴の巣ごもり。登山流の鶴の巣ごもり。連邦拳、木千拳の鶴の巣ごもり。で、あとテーマ鶴みたいな。テーマ鶴で、もうね、参加されてる方がね、日本を代表するような尺八の方が、数々で出てて、それの DVD がですね、12月10日、12月10日っていつですか？今日やん！ 12 月10日発、今日やん。12月10日、12月10日発売で、これ丸い輪っかが見えるんですよね。いいか。12月10日発売で、とんでもないっすよ、これね。確かね。限定100部。私は注文したんで残り99部。いや、予約でも入ってると思うんですけど、もしあれだとお急ぎください。尺八で、古典本局の、一応研究のもんにもなりますし、やっぱね、鶴の巣ごもりってね、ごついんですよ。演奏としてごついんですよ。適当でいいですか？アンプでいいですか？このジアンさんもコンクール鶴で言ってますからね。だから僕ね、思ってるんですよ。ジアンさんのこのジアン名尺八っていうのは、アニソン流尺八っていう風に私は呼んでますけど、本当は、鶴の巣ごもりでコンクールで戦えるか。ジアンさんはね、コンクールで優勝しましたからね。NHK 出演できる感です。NHK に出演してもいける感です。だからね、やばいらしいんですよ。もうこの感を僕手に入れたっていうか、本当は今僕、うちの父が買ったんですけど、僕はもうこのタイプが気に入って、これが僕が求めた尺八っていうんで、違う人に売られる予定だったのを無理やり奪ってきたこのタイプ、向かいタイプね。これをね、うちの兄弟子がね、イケメンな兄弟子がいるんですよ。イケメンな、めっちゃ賢いね、イケメンなね、仕事ができる、兄弟子が吹いて、てらやべえなって言うんで、4月末に頼んだんですよね。だからちょうど、僕が手に入れた日に頼んだんです、もう即決で。一番いいのをくれって。まだ、今月予定です。つまりね、半年以上待ちなんですよ。ただ、ちょっと僕には、僕のは伝わりにくいと思うんですけど、僕も
筑穂流の端くれなんでね。鶴いきますよ。鶴っぽいやつ。だいぶ上手くなりましたね、僕は。自画自賛しようか、こいつ。みたいな形で、鶴は鶴で鶴なんですよ。でもやっぱり、いろんな演奏家の鶴と、いろんな演奏家の鶴と、やっぱりね、やっぱり、これ非売品 DVD なんですけど、非売品 DVD なんですけどね、非売品 DVD なんですけど、ね、ちょっと待ってくださいな。いやもうね、個人的にはね、やっぱり筑豊流なんでね、この宗家の、本当は一尺七寸間で吹かなきゃいけないんですよ。一尺七寸間で吹かなきゃいけないんで、なんですけど、この宗家の鶴が、宗家の鶴が半端ないんすね、やっぱり。宗家の鶴がもう好きすぎてね。確かに。これね。妙案新報流 CD をご購入の方についてくる特典です。私もね、それでいただきました。はい。ね。129,600円。楽譜付きです。妙案新報流、新報流ですかね、新報流ですかね。の、なんで知らない。いや、なんかね、新報流って言ってたり、人保流って言ってたりするんですよ。多分人保流だった気がするんですよ。の勝浦正山しか伝わもうね。だからこの譜面ってすごくて、遠隔大師、800年代ぐらいの日本のね、800年代ぐらいの曲から入ってる最高ので、あともうね、雅楽から尺八が、おそらくあれですね、なんか、平安から鎌倉変わるときとか、このあたりで、ポイされたんですよ。ポイされたときに、パクってきた、雅楽の縦笛の秘曲とか、なんか、そんなも全部入って、もう全部、尺八の秘曲も全部入りで、楽譜付きで、CD 付きで、こんな最高の DVD まで付いて、126,000円お得！尺八を勉強するんであればね。最高の、まあ、ただまあ、最高の。まあまあ、ほんで、もし CD 買われた人がいたら、私の方にコメントくださったら、まあ、その譜面の、まあ、攻略っていうかね、私程度ではあれなんですけど、まあ、やっぱりします。どうしてもしたい曲があったら、私の、譜面を買わないと、わからない感じで、私できる範囲でお教えしますし、まあ、あと、宗家に習いに行ってくださいよ。宗家。すごいですよ。もう本物半端ないですね。はい。まあ、そんな感じですね。そんな感じです。
こんな感じの鶴と、だからこれのデイスク1にも皆さんのお聞かせしたいな。ないかな、YouTube に。あった気がするんですけどね。YouTube 見てくださいよ。YouTube で、酒井正道宗家。だから、酒井松道って、正道先生。ちょっと聞けますね。ここの、この CD で。これちょっと聞けます。はい。まあ、ちょっと聞いてみてください。最高です。うん、ほんと最高です。本当に最高だみたいな感じなんでね。まあ、ぜひ聞かれてください。まあ、貴重な演奏なんでね。はい。っていう、まあ、その、やっぱ、鶴は半端ないですよ。鶴は半端ない。この鶴の、まあ、うちの宗家は出てないんですけど、うちの宗家はまた別でね、まあ、なんかゲットしてください。あと、聞きに行ってください。なんかね、リサイタルとかそういうのあった時にね。はい。私ももう生でね、私3回聞いたことあるんですよ。もうバッキバキ涙出ますね。ひょん。で、あとちょっともう嬉しいお知らせがあるんですよ。尺八でね。一路先生って、平成尺八のね、コムソの一路先生がね、私のね、この、名古屋を中心に、ね、旧交流一路先生。ね、私の動画ね、ちょこちょこ見てくださってるらしいんですよ。もうね、私結構ね、その文献とかね、すごい調べてるんですけど、文献とかそれ、やっぱりね、ほとんどやっぱり一路先生に、教えていただいたり、あと一路先生から資料を譲りしたおかげで、まあ、いろいろ勉強できてると思ってるんです。その一路先生がね、まあ、名古屋の方はね、結構ね、慌れてる人多いと思うんですけど、コムソやってるんですね。ね、寒風吹きすさぶ中の一路先生の音といったら、やっぱりね、迫力ね、一番ありましたね、今まで聞いた中で、迫力。もうね、外で吹いてるってやっぱ半端ないと思うんですよ。だからまあね、一路さんが見てくださってというのはありがとうございます。じゃあ次ですね。だからまあ皆さん、一路さんのブログ読んでくださいね。すごい勉強になりますからね。で、ここですよ。今日はですね、僕クリスマスソングっていうのを、クリスマスソングっていうのを、尺八でも吹きたい。うん。皆さん、どうしよう。著作権の関係があるから。ちょっと、こう、映ってないですよね。ちょっと映るぐらいだったらいいんですかね。大丈夫ですか。クリスマスソングを、篠笛楽譜さんで買えるんですよ。多分、篠笛楽譜さんは篠笛楽譜って入れてくださったら、もう Google 出てくると思うんですけど、その篠笛楽譜さんのクリスマスソングを僕、尺八でも聞きたいんですよ。ちょっと聞いてもらえますか？ちょっと聞いてもらえますか？ね。篠笛楽譜さんなんで、三角笛でいっちゃいましょうね。意外とね、私ね、上手くなってるんですよ。クリスマスまでに、クリスマスまでにクリスマスソングを仕上げようと思ってるんで、いきますよ。でしょ。まあまあ、ぼちぼちでしょ。まあ、ちょっと練習したんですよ。ね。この曲自体はね、知らないって言ってたんですけど、実は知ってて、ゴジクジのドラマ見てて、知ってて。で、
やっぱな、結構いいですよね。アニソンじゃないと本当に興味示さない。まあでもね、アニソンみたいなもんですよ。だってこれで漫画の実写版なんで。で、考えたときにこれね、社会読くとね、困るんですよ、この。見てくださいね。2段目にのこの動画出てくるんですよ。これが例なんですよ。で、どうってこうなんですよ。こうなんですよね。これでどうなんです。急に言うとこうなっちゃうんですよ。尺八だと、これ、この二段、このね、これ使うときは、例えばこうです。とかやれば、こわ、低いところから、うわーってなるんですけど、これ同じぐらいの音量って、せめてちょっとちっちゃいぐらいでいきたいですね。で、その相談したんですよ、ジアンさんに。僕はなんてことをしてるんだ。ジアンさんは、忙しいんですよ。こんなに？こんなにいい尺八をあの値段でっていうね、ぐらい忙しいんですよ。いつも言ってますけど、ジアンさんの尺八っていうのは、ストレスフリーですよ。本当に。ストレスフリー。ストレスフリー。ね。で、ジアンさん、僕、どう出したいです。どう出したいです。大メリのロ出したいです。地方で言うと、大メリのフ出したいですと。メリ、大メリ。二段階メル。メリ一個で、まあ一応半音想定しますんで、もう一個目言ったら大メリなんですけど、大メリとかね、大メリとか言うんですけどね。出したいです。出したいから、なんか、もうちょっと長くして、調律はレファソラド、普通のロツレチリのレファソラドにしてもらって、ここに、なんか横指かなんかで、要は、ドレファソラ感を作ってくれと言ったんですよ。そしたら、ジアさんが、いや、こんちゃんみたいな。そんなまあ連続音でガンガンは出せないんだけど、ある程度の音量を保ったまま、どう吹くことだったら可能だよと。え、どうするんですか？足で。あんよで。あんよで感じで半分塞いでやれば、動画になると。例えばこうです。さっきより多い、大きいでしょ？とやれば、なんとか下がると。で、それにメリを加えてやればなんとか。つまり、とやれば解決じゃねえって いきますよ。
いきますね。まあまあまあいいでしょうみたいな。ていうね、ことを編み出しました。だから、編み出してくれました。とんでもない吹き方ですけどね。これ。でもね、これって、これだとドシャープなんですよ、まだ。ドシャープなんです。ドシャープから。で、ドまで行くんで、画期的でしょ？まあ、クリスマスソングなんていうのはさ、見た通り、モテないんで、モテたことないんで、本当はクリスマスを扱うのも嫌なんですよ。だから、イケメンが、キャッキャウフフしてればいいじゃないですか。でも、まあ、私は個人で思うんですよ。こんなんでいいんじゃないですか、クリスマスソングを吹くときは。なんか偉そうに。ね。なんかもう恋愛の曲なんですよね。キリストさんのミサ関係ないですよね。どんな偉そうな格好で喋ってんだみたいな。いきますよ、だから。っていう感じの、はい、提案でした。なんか、缶尻が開いてる方が やりやすいんで、青春尺八工房さんのメタル尺八とかだったらもっとやりやすいかもしれません。はここが開いてれば調節しやすい。まあでも、結構ね、これ太めでね、息バカしか入るようにね、作ってくださってるんでね、と思います。事案名ですね。あとだからなんかね、本当はなんかせっかく、まあ、尺八がねちょっと吹きやすい、見やすい位置にこれね、置いてあるね、この辺ね、この辺ね、置いてあるね。あ、ちょっと色にしたいんですよね。一応、なんか、すごく、やばい。すごくやばい状態になっているんですけど、バッキバキになってね。これが、二代目露修さんですね。だから、ジアンさんのお師匠さんのお父さんの尺八ですね。はい。で、宮田幸八郎先生の尺八とかを作られてた先生です。
完璧なんですよね。割れちゃったんであれなんですけど、なんか当時は相当相当高かったらしいですよ、これね。結構なんか100万クラスだったらしいけどね。まあまあ壊れてても分かる滝の風格ですよね、本当に。ああ、そっか。偉そうだね。でしょう。やっぱりこう受け継がれているところもあり、新しいこともある音色ですよね。やっぱ音色が違うんですよね、やっぱりね。ね、今日は贅沢に尺八比べですよ。音色違うことないですか、ね、で一応このなんか音色ちゃうことないですかっていう音色を結構尺八の方はこだわります。やっぱりこのあちょっとお待ちくださいね。あじゃあ今日はこんな感じで、ありがとう、今日はこんな感じでありがとうございました。あでも不在着信だからいけるかな、はい、ちょっと後から電話してみます。はい、まあね、なんか音色がね違うんですよ。電話かかってきたらすぐ動画やめようとする。動画、ちゃうんですよ。やっぱ音色がこう。
ますよね。なんか違うんですよね。こっちの方が有毛で倍音が入りやすくて、こっちの方がバイオンが入りにくいのかな。で、あの、ちょっとやっぱりね、鳴らすのにね、コツがいる。やっぱりでもね、筑豊流はね、筑豊流本曲はね、やっぱりね、玉水さんにね、限りますよね。二代目玉水さんですね。まあ、ちょっと細身の丈なんですけどね。これ30万ぐらいの丈ですね、玉水さん。だから定価で言うと、40万ぐらいだけ。金のね。いいんすよ。音と言いましょうかね。やっぱあの3曲で使うとこういう品のある音が好まれたりします。で、まあ結構何でもいけちゃうっていう感じのね、一条名のですね、これあのだいぶ古い一条名なんですけどね、だいぶ古い一条名なんですけど、ずっと私がジアンさんを、ジアン先生を買うまでの持ち感にしてた感じです。これあのタイプがね、一葉先生の古いタイプなんですよ。で、今ちょっとね、その内径が変わってますね、一葉先生ね。はい。内径が変わってて、あの、ちょっとね、もっとね、もっと音量がバカすかなるタイプ。これもね、だいぶ音量大きいんですけど、だいぶもっと音量鳴らしやすかったんで、まあ、これはこれでね、メイキですよ。ね。なんか、80万、定価は80万ぐらいのって言ってました。はい。これ中古で買ったんですけどね、私ね。いやー、なる。まあ、尺八もね、一本一本一本音色が違います。はい。で、結局、代官のことまで考えて、なんですよ。結局、なんで、私、メインをジアンさんにしたかっていうと、
めっちゃ大感が鳴りやすかったんですよ。とかね、こんな鳴りやすくないですかな、この最低音から最低音から大管まで反応が、ね、大管がとにかく鳴らしやすいんで、うん、鳴るんですよね。僕からも鳴るんですけど、このね、例えば大管の G で、G のこの大管の層の鳴るスピードが、個人的にこの G のG のほんのちょっと速いですね、息を入れてからの鳴るスピードは。で、まあちょっとその辺でこだわって、で、あとまあまあバカスカ息も入れられるということで、やっぱりね、バカスカ吹きは吹きなんですね。うん。に変えました。でもどの間も一応使ってました。筑豊流でみんなで演奏するときは、やっぱりこのね、これ使ってますしね、これいいんですよ。特に3曲とか、私その、3曲で使うんはこれですね。みんなと一緒に合奏するの3曲使うんこれで、なんかアニソンとかこう気持ちよく古典本曲吹きたいとかアニソンとか行くときにこれですね。で、ちゃんとしたっていうか、その古典本曲の本曲行くときは地なしで吹いてます。で、この音色。欲しいときはこれみたいなね。あ、もうちょっと使い分けてはいるんですけどね。はい、いろいろ。まあ忍びと一緒ですね。はい。ということで、まあ今日はね、まあ尺八よもやま話みたいなね形でやってみました。はい。ありがとうございます。